お披露目のステージ終わった後にスマホ見たら、うん、もう来てて友達からまだ引っ越すことも言ってなかったのでねえみたいな、ね、来ましたねえ、まあ、ゆい見たんだけどみたいなの聞いて、うん、X とか見てたら出てきたんだけどって言われて、うん、すぐ送られてきました。たくさんで、なんか私の友達そのなんか感動的な話がなくて、うん、全然悲しんでくれなくて写真撮ったりしたんですけど、うん、私も来年大学で東京行くからねとかそうかそうかいう感じでした。多分勉強してました。おありました。そうなんだ。でもアイドルになりたくて東京に行った方がいいと思って、あこれは勉強していい大学に行こうって思ってました。すごい大きい夢なんですけど、うん、はい、その私がアイドルになりたいと思った理由が、はい、そのずっとアイドルに元気をもらってて、うん、それで笑顔になれてたので、うん、今度は自分が誰かにとって、うん、そんな存在になりたいなって思ってます。まあ、自分も AKB48 の一員にはなったんですけど、うん、でもずっと憧れの存在です。